バセドウ病、またはバセドウ病とは、甲状腺疾患の一つで、甲状腺機能更新症を起こす代表的な病気である。機能更新によって、甲状腺ホルモンが必要以上に産生されるため、肉体及び精神に様々な影響を及ぼす。ロバート・ジェームス・グレーブスとカール・アドルフ・フォン・バセドウによって発見、報告された。 かつては発見者のカール・フォン・バセドウにちなみ、バセド死病とも呼ばれた。英語圏では、グレーブス病と呼ばれる。甲状腺刺激ホルモンとして機能する、自己抗体の無秩序な酸性がその本体である。要素の摂取量が少ない地域では、要素を大量摂取することで、潜在的なバセドウ病を発病することがある。これは、ヨードバセドウ病と呼ぶ。 過剰分泌の主な原因は、甲状腺の表面には、下水体によって産生される、甲状腺刺激ホルモン、別名、チロトロピン、の受容体が存在する。バセドウ病では、この受容体に対する自己抗体である、抗 TSH レセプター抗体、別名、高チロトロピンレセプター抗体、が生じる。それが、TSH の代わりに TSH レセプターを過剰に、 刺激するために、甲状腺ホルモンが必要以上に産生されている。甲状腺ホルモンは、全身の新陳代謝を高めるホルモンであるため、このホルモンの異常高値によって代謝が異常に活発になることで、肉体及び精神に様々な影響を及ぼす。この自己抗体産生が引き起こされるメカニズム、原因は2007年の時点では知られていなかった。過度なストレス。 過労が発症、再発に関与しているという説もある。また、バセドウ病を発症する場合、多くはその家系内に、甲状腺関連の病気を患ったことが多いことから、遺伝的な要因の寄与が大きいと考えられている。2015年鳥取大学らの研究グループが、このバセドウ病を引き起こしているトラブが、EB ウイルスに感染した B 細胞から分泌されていることを示し、 EB ウイルスがバセドウ。2011年から鳥取大学医学部医学科分子病理学分野の研究グループは EB ウイルスという B 細胞思考性で9割以上の人間が保有しているヘルペスウイルスの一種の再活性化とバセドウ病の自己抗体産生との関連を指摘し始めた。2011年の研究では10%以上のトラブを持つバセドウ病患者において イービフの再活性化を示唆する初期抗原に対する抗体化とトラブのレベルが中程度にしかし、顕著に相関することが示された。2015年の研究では13例中8例のバセドウ病患者から実際にトリビブブな B 細胞が末小血単核球からインビトロにて確認されている。しかし予想に反して11例の健常対象群全員からもトラブな B 細胞が 検出され、さらにトリビブブな B 細胞も8例見つかっていた。しかしながら、バセドウ病患者においてはトラブな B 細胞の検出頻度は、健常対象群のそれに比べ顕著に高かった。同年のまた別の研究では、e ビフの再活性化が e ビフに感染した B 細胞を抗体酸性細胞に分化させ抗体の酸性を行わせることができることから、e ビフが潜伏感染した。 トラブな B 細胞が実際に e ビフが再活性化した時にトラブを産生するか否かを調べている。この研究では、末消血単核球において e ビフの再活性化をインビトロにて誘導した際に、健常対象群に比べば生動病患者のトリビブ,ブな B 細胞からより高いレベルのトラブの賛成が行われることが確かめられた。また同年の症例報告では、 イービフの初感染による伝染性単角球症の発症に伴いトラブのレベルが上昇した症2の例が確認され、インビボにおけるイービフとバセドウ病の2016年の研究では15例の健常対象群に比べ34例のバセドウ病患者ではトラブアイムとトラブイグの抗体化が顕著に高いことが示されている。しかしながら全アイムかよりも 全イグカの方が高いにもかかわらず、トラブアイムカの方が、トラブイグカよりも高いという結果が出ている。一方で、イービフが再活性化しているバセド病患者においては、トラブアイムカが高いことが観察された。これは、自己応答性アイム B 細胞の数が、自己応答性イグ B 細胞の数よりも多いという事実に一致し、イービフによる、 タクローン製の B 細胞の活性化を示唆する結果となった。そしてトラブアイムの生理学的な特徴、トラブのアイソタイプとバセドウ病の病体との関連を明らかにする必要が生じた。そして最終的に2017年、鳥取大学の研究グループは、バセドウ病の自己抗体が EBF の潜伏感染産型遺伝子の一つ、LMP-1 による、 t 細胞非依存性の cd40 の強刺激シグナルの模倣によって引き起こされる nf, カッパ B 活性化によってトランスフォーメーションした ebif に感染したトラブ陽性 B 細胞から産生されていることを分子生物学的に証明した。さらにその2017年の論文によればバセドウ病を引き起こすのはイグ1のアイソタイプを持ったトラブであり、そのためにはトラブ陽性 B 細胞で 免疫グロブリンのクラススイッチ遺伝子再編成を引き起こす活性化誘導七人でアミナーゼの発動研究グループは2018年11例のリンパ球形質細胞の新順を認めるバセド病患者の7例の甲状腺摘質検体において e ビ b 細胞、e グ4形質細胞の存在をそれぞれ EVIF、インコダドスモール RNA1 の因質、ハイブリタイゼーション、 免疫組織科学により調べ、実際に e ービフ細胞とイ v 4形質細胞が、甲状腺組織の同じ位置に存在していることを、確認している。また、14例の健常対象群と13例のバセドウ病患者のリンパ球における e ービフの再活性化を誘導し、両方のリンパ球において e v 4の賛成を確認している。特に、病状のコントロールができなくなり、 甲状腺の摘出を受けた患者においては、血清におけるイグ4、イグ比がとても高く、イグ4関連疾患様の状態にあることが分かった。これは2014年の和歌山大学の研究グループによるバセドウ病患者の一部において、血清イグ4化が高いという結果に一致している。イグ4へのクラススイッチ遺伝子再編成には、スニ細胞性サイトカインと、 イルマイナス10という免疫抑制系のサイトカインが必要であるが EBIF の BCR 回マイナス1遺伝子の転写産物はイルマイナス10のホモログでありさらに EBIF イ,インコダドスモールナズは宿主の B 細胞にイルマイナス10の酸性を流すので EBIF のイルマイナス10のホモログとエイバースによって酸性が促されたイルマイナス10が 制御性 T 細胞の代わりにイ g 4へのクラススイッチに寄与しているようである。通常、形質細胞は抗原に対して高い親和性を示す。イ g を賛成するが、イ g 4は抗原に対し高い親和性を示す抗体ではないので、肺中心における B 細胞の抗原に対しての親和性成熟においては、イ g 4へのクラススイッチは非常に稀にしか起こらないと考えてよく、それゆえに、 この研究におけるバセドウ病患者の甲状腺切除組織におけるイグ4血質細胞は肺中心における B 細胞の神話性成熟以外の過程で発生したものと考えられ、そしてその過程は e ビフの再活性化によって誘導されたイグ4酸性であるということが結論づけられた。バセドウ病は甲状腺ホルモンが過剰に作られる病気、すなわち甲状腺機能更新症を起こす。 代表的な病気である。中年以上の女性が、バセドウ病に罹患した場合、高年期障害と誤認することが多い。他の甲状腺の病気と同じように女性に多い病気だが、その比率は、男性1人に対して、女性4人ほど。甲状腺の病気全体の男女比は、男性1対女性9の割合であるから、甲状腺の病発病年齢は、 20歳代と30歳代で全体の過半数を占め、次いで40歳、第50歳代となっており、青年から壮年に多い病気と言える。何らかのアレルギーを持っている人が多い。EB ウイルスに感染した B 細胞からバセドウ病の自己抗体が分泌されることを証明した論文によれば、EB ウイルスに感染した B 細胞は、EB ウイルスの潜伏感染産が対電子の LMP1 によって、タクロ音声にクラススイッチさせられ、イゲのアイソタイプを持った抗体を分泌しうるので、これにより何らかのアレルギーを持つバセドウ病患者が多い現象を説明しうる。バセドウ病による眼球突出の例あらゆる臓器が常に全力疾走しているかのような状態となる。症状の出現には個人差があり、特徴的な症状として知られる眼球出の出現率は、 患者の50%程度とされている。重篤な病態として、甲状腺クリーゼがあり、致死率は20%以上との報告がある。典型的な症状は、この疾患は、患者の置かれた社会的立場にも影響を及ぼす。正確に驚くほどの変化をきたすことが多い。ある程度自分の苦しみを隠す能力はあるが、すぐに、行動や言葉に著しい変化が現れ、他の人は、 簡単に変化に気がつく。その変化の原因が突き止められない限り、問題のもとを突き止めることができない。特に夫婦関係に支障をきたすケース、患者は気分の変典が多くなり、コミュニケーションがうまくいかず、多くは配偶者の行動を歪んで認識する。患者自身が病変による不慣れな感覚を理解するのに苦労しており、配偶者もストレスを共有するため、 誤解や誤った期待などの混乱、些細なことでの口喧嘩をもたらす。患者は抗論のストレスにうまく対処できずに、不仲になる危険性をはらむ。甲状腺機能低下症であっても、更新症であっても、どちらも行動の変化を弱気する。甲状腺主大、眼球突出、貧脈、体重減少、手指新鮮、発汗増加等の甲状腺中毒症所見などから、 バセドウ病が疑われる場合、血中の甲状腺ホルモン測定などにより判断する。これについては、日本甲状腺学会より、甲状腺疾患診断ガイドライン2013として、バセドウ病の診断ガイドラインが提示されている。サイロキシンが過度に利用される疾患であるため、甲状腺療法には、光学顕微強化でも明らかな、空泡が生じる。 甲状腺ホルモンの合成を抑える薬、プロピルチオウラシルを規則的に服用する方法。定期的に甲状腺ホルモンの量を測定しながら、適切な量の薬を服用することで、血液中の甲状腺ホルモンの濃度を正常にする。薬で甲状腺刺激ホルモンの量を調整することで、普通の人と変わらない生活を営むことができるが、 甲状腺刺激抗体が消えるまで薬を飲み続ける必要があるため、感治には長い期間を要する。副作用としては5%に皮膚の炎症、0.05%に白血球の減少や無下流球症が生じることがある。これらの副作用は副用開始から3ヶ月以内に現れることが多い。無下流球症が生じたら直ちに副薬を中止し、 他の治療法に切り替える必要がある。放射線治療の一種であり、非密風小線源治療に分類される。外来治療が可能であり、簡便性の面で優れている。甲状腺に、溶度がほぼ特異的に集積する性質を利用し、溶度の放射性同位元素 131i を内容することで、甲状腺に集積した放射性溶度から出る β 線によって、 甲状腺細胞の一部を死滅させ細胞の数を減らす方法。甲状腺細胞数を減少させ、酸性分泌される甲状腺ホルモンの量が減ることで治療効果を発現する。治療効果に速攻性はなく、およそ2から6ヶ月で甲状腺ホルモンの量が減少すると言われ、手術に比べ患者への総合的な負担が少なく、高工薬より早く治るのが、 この治療法の長所である。ただし、放射性用度の最適量を算出する方法が存在せず、経験的に、甲状腺機能の更新をほぼ確実に是正できる量を患者個人の因子を考慮せず、一律に投薬するため、時間経過とともに細胞が減りすぎて、逆に、甲状腺の機能低下が発生することもある。なお、治療に寄与するのは、 規定の短い β 線であるが、131愛は同時にガンマ線を放出するため、患者の体外であっても、患者近傍では放射線の被曝を生じる。放射性物質を用いるので、被爆の影響が全くないとは言えず、妊娠中や授乳中の女性及び、すぐに妊娠を希望する女性などには行わない。放射線の影響は約4ヶ月でなくなるとされることから、 4ヶ月で妊娠を許可している施設もあるが、甲状腺機能の変動があるため、全身状態を考慮すると、1年は待つべきとされる。用土内容療法は施行する際に、全処置が必要である。というのも、非放射性同位元素の用土が体内に大量にあると、体内の全用土中の放射性用土の占める割合が、著しく低下する。こうした状態では、用土は、 無作為に甲状腺に取り込まれることから、確率的に甲状腺に取り込まれる放射性ードが治療量に達しない恐れがあるため、全処置としてード制限を行う。西欧諸国では食物中に含まれるード量が少ないため、ード制限はードが含有していることが明らかな食品を避けることで比較的容易に制限することが可能である。日本で普及している食品には、 昆布出汁を使用しているなどにより、非明示的に溶度が含まれているものも多く、医師により摂取可能な食品の指導を受け、食事に対し十分な注意を払う必要がある。その一環で、治療前に造影 CT で一般に用いられる、溶度系造影剤の使用も避けるのが原則であるが、無機溶度が甲状腺へ取り込まれる量は禁症であり、自臨床では治療前に造影検査を行っていても、 用土内容療法の効果に与える影響は無視できる程度である。甲状腺の一部を残して切除する方法。甲状腺組織量を外科的に減量し、過剰な甲状腺ホルモンの分泌を是正する。他の治療法より効果発現が早く、再発も少ないという利点がある一方で、終日期管理のために入院を要する。合併症としては、 半壊神経麻痺による左生などが知られている。また、皮膚切開が通常衣服で覆われない位置で行われるために、術後反抗が西洋性を原じることは適応判断に影響を及ぼす。手術は全身麻酔で行われるため、侵襲性が高く患者が高齢者である場合や、心疾患や人疾患がある場合には原則として、外科的治療を選択することはない。 術前に最適な甲状腺組織の切除量をする。なお、再発した場合は、再手術。頻脈性不正脈に対し、β 遮断薬を対象療法として処方することがある。バセドウ病は適切な治療を行えば、よく良好である。しかし、無治療のまま放置すると、致死的結果を招くこともあり得る。心臓に与える影響として、ホラ製品脈は必発で、 臨床的により深刻な心房細動に至ると、心房内に訴えした血液が凝固して、血栓を生じ、血栓側栓症として脳側栓を起こし、脳梗塞に至る危険性もある。この場合、動脈硬化性の脳梗塞とは異なり、後方循環系にも脳梗塞が起こりうる。甲状腺クリーゼは、早急に専門医に紹介されるべき病態の一つである。 周期性シシマヒは、そのものは生命には、関与しないが、転換発作と同様に車の運転中などに発作を起こすと事故に至ることも懸念される症状の一つであり、抗議では予語に影響を与える。適切な治療が行われていないとき、妊娠中、へそのを通しての胎児への栄養がうまく送れなくなり、胎児が発育遅延になる場合がある。母体のトラブやザブが多い場合、 これらの抗体が胎盤を通して胎児に送られるため、新生児に一時的にバセドウ病の症状が現れることがあるが、これらの抗体は新生児が産生しているものではないため、やがて症状は消える。甲状腺の治療薬は長い間、胎児の危険に寄与すると信じられていたが、現在では否定されている。アイルランドのイッシュ・グレーブスによって初めて報告された。 その後、バセドウ博が独自に発見。症状のメルゼブルクの三印は、バセドウの出身地、メルゼブルクの地名にちなむ。本省の発見前後、日本の医学は主にドイツからの情報に依存していたため、グレーブス病ではなく、バセドウ病と呼ばれることが多い。未治療のバセドウ病患者や、高校上戦役内服後に、安価陽性となる症例が報告されている。 そのほとんどは、んぽんんかである。高校上戦役内服後に、んか陽性となった場合は無症状で、抵抗体科ならば、内服変更はせずに経過観察でも良いという報告はある。しかし、血管炎症状がページや高校体科の場合は、内服。ありがとうございます。